こんにちは。累計講演回数1000本越えビジネス心理学講師の坂井敏夫です。この動画チャンネルではあなたのビジネス、ご商売、そして企業独立に役立つ情報を発信しています。今日は相手に影響を与える暗示ということでお話をしようと思います。先日出張先でよく通っているマッサージ店に行きました。そして馴染みの生体師さんを指名しました。しばらくすると生体師さんが部屋に入ってきました。そしてこう言いました。坂井さん、こんにちはと。では、うつ伏せになってください。坂井さん、今日はどの辺がお疲れですかと言いました。私はこう言いました。全身だるい感じです。 しばらく体をマッサージしていた生体師さんがこう言いました「うわ酒井さん凝ってますね」「特に右半身が凝ってます」と「なかなか自分では自分の凝りや疲れが溜まっていることに気づかない人が多いんですよ」と言われましたその言葉を聞いて私はこう思ったので「そうか俺は結構疲れが溜まってるのか」と「これは定期的にやっぱり通った方がいいな」というふうに思いました後で考えてみたんですけどもある意味暗示ですよね もし入った時にですね、今日はどこがお疲れですかいや、全身がだるい感じです。で、体を触ってですね、もしこう言われたらどう思ったでしょういやー、酒井さん、全然どこも凝ってないですね。柔らかいですよと、と。完璧ですよ、と。言われたらですね、あ、そっか、と。じゃあ、いいや、と思ってですね、もしかしたら次の予約はしなかったかもしれません。人間というのは3人の人から顔色悪いよ、顔色悪いよ、顔色悪いよ、と言われるとだんだんですね、心配になってくるんだそうです。ある意味、暗示ですね。 他の動画で相手を動かす魔法の言葉ということで、ラベリングのテクニックについても紹介していますが、そちらも参照していただきたいんですけれども、簡単な暗示ということで言うとこんな事例もあります。例えば奥様に、いやー、本当にいつも美味しい料理を作ってくれているので、家に帰ってくるのが楽しみだというふうに、ポンと一言言うと、やっぱりそれは暗示になるかもしれません。奥様もご主人に対して、いやー、いつもありがとう。仕事で疲れているのに帰ってきて、皿洗いとか、お掃除まで手伝ってもらって本当に助かってる。ありがとう。 まあこれもですね、暗示と言えるかもしれません。ショップでですね、店員さんに、いやーさすが、お目が高いですねと言われると、そうかなと思ってしまうのも暗示であります。先ほども紹介しました、相手を動かす魔法の言葉という他の動画でも紹介しているんですけれども、私は講演中にですね、 なんか今日の講演会ちょっと硬いなと、雰囲気硬いなと思うときは、あえてですね、暗示をかけるときがあります。いや、まる地区の皆さん、元気がいいですね。こんなに元気のいい会場も久しぶりです。こういった元気のいい人たちがいると、私も非常にやる気になります。今日も乗っていきましょう。みたいな感じで、最終的にはですね、今日も熱心なご聴講をいただきまして、本当にありがとうございました。心より感謝を申し上げます。というような話をするんですけれども、熱心な兆候を聞いていただいたという暗示をある意味かけているわけであります。そうすると、 そうかと。私たちは元気なんだとか、そうか。私たちは熱心に聞いているんだというふうな暗示を。 かけていいるととうことになりますほんのちょっとした一言なんですけども、こういった一言をね、セールス、ビジネス、交渉、そしてえプレゼンテーションの席なのでね、一言加えると相手に対して小さなことなんだけれども、大きな影響を与えるということができるというお話でありました。他の動画でもあなたのビジネス、ご商売、そして企業独立に役立つ情報を発信しておりますので、チャンネルに登録をいただきましてですね、他の動画もご覧いただきまして、お仕事にご活用いただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。